こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中ひとしでーす。今回も鳳凰先生百舌に載っている詩を紹介します。鳳凰先生百舌詩物故事緑陰主人同集。正見と題する詩ですね。正見というのは、軒が、突き出しているところに、部屋、あるいは、縁側というか、そういうものをですね、壁を作って、した小さな小部屋みたいなものですね。縁側、日本で言えば縁側みたいなところをですね、指します。この詩は、絢爛詩稿の巻の68人にありまして、一つ前からドーンとですね、時代が下ってしまうんですけども、ですね。このことから、順番通りには、ですね、年代順にはですね、並んでいないということが、これで一わかりなんですけども、時代としてはだいぶですね、晩年になってからの詩ということです。それで、ですね、文字の移動がありまして、ですね、一句目のこの、鎮というのは、鎮に作ると。これは、異体字の関係ですね。それから、ですね、もう、一句目の最後のですが、流れる、流を、周に作ると。あって、流であれば流る、周であれば迫るという。ちょっとね、意味は重なるところはあるんですけども、違う字ですね。それから、三句目のですね、変という字ですが、これは神妙の字としてあるんですけども、絢爛詩稿では行人弁の字になっています。これは異体字の関係と言っていいような感じですね。これはね。どっちもあまねくという意味です。それで、千秋連の大会によりますと、この詩、会期2年、秋に、山陰に作るとあります。そうですね。1206年、に圧倒として、作者は82歳。の時の詩です。作者は85歳で亡くなりますので、本当にもう晩年の詩ということになりますね。それから例によってですね、各句のですね、1時と2時の構造をですね、考えていくんですけども、1句目ですが、歳月、流るということですから、これはもう、月という、真ん中の月の字は上に、歳月が熟してますからね。上によって。2、1で切りますね。それから、一連の秋ということで、ですね。これはもう上によってますね。2、1で切ります。3句目、心、石のごとしということですから、このごとしは下によってますね。1、2。変わりて、憂いを解くということですから、これもですね、解くは、ですね、憂いを解くというふうにしたと熟していると思われるので、1、2で切れると思います。ということで、こんなふうにいいですね、切れると思います。それではこれによってですね、解釈していきましょう。
証券と、ですね、いうことですが、ですね、ご釈の方に証券というのは縁側としていますが、ですね、先ほど説いた通りです。陳書ですね、ですが、ですね、これはまあ、絹たですね、布をコンコン叩くというですね、ものですが、それで、ですね、衆の方では迫ると読みます。それで、ですね、陳書の水中に、歳月流れ、あるいは歳月迫りですね。まあ、ですね、時の流れを感じるということですね。で、第2句ですが、証券風炉、証券の風炉一連の秋と、いうことですね。まあ、これはですね、証券証券の一連風炉の秋の方がわかるというような感じですね。ですから、縁側にかけているすだれの向こう側に、梅雨を茂く秋の景色が広がっているというふうに解釈するのがいいと思いますね。それから3句目ですが、人間に走ることあまねくして心石のごとく、ね、まあこれまでですね、まあ遠く離れた蜀の四川省まで、ですね、旅した、まあそれがですね、人間というのはこれ人間ではありませんよ、ですね、人の世というですね、世の中をですね、もうあっちこっちですね、広く駆け回って、もう私の心はすり減って、もう冷たい石のようになってしまった。ですから、まあ、熱く語ることができないので、最後ですね、感傷に分布して、変わりて、憂いを、臭を溶かします。慣習、小ですね。慣習の小、小はセミなんですね。寒い、まあ暑い盛りんじゃなくて寒くなった時の、涼しくなった時のセミということで、ですね、奥手のセミというか、まあ秋のセミなんですね。に言いつけて、ですね、私の代わりにですね、このですね、世の心の痛みをですね、代わりに訴えておくれと、訴えさせようと、まあそういう感じでしょうか。陳書の水中に歳月流れ、証券の風炉一連の秋、人間に走ることあまねくして心石のごとく、干渉に分布して、変わりて、臭を溶かし。それでは、ですね、口語訳ですが、絹歌の音の中で、歳月が流れ、あるいは歳月が迫り、縁側のすだれの外は、梅雨茂くして秋の景色。人の世のにあちこち駆け抜けて心は石のように冷たくなり、秋の蝉に言いつけて私の代わりに憂いを溶かせることにしよう。というふうに訳しました。表則ですけども、ですね、2句目、4句目、ごめんなさい、2時目、4時目、6時目のですね。が裏返しの関係になっていますね。それから、ですね。表則ですけども、ですね。
1区名、2区名、4区名のですね、字が応印します。うですね。劉、周、周、ね。が印を踏みます。それでは、ですね、最後に北京語で朗読しましょう。小轩入范翁坚楚身中岁月流小轩风露一帘秋人间走遍心如石吩咐寒江替说愁真楚声中是岁月求小轩风露一帘秋人间走遍心如石吩咐寒江替说愁ですね、もう最晩年、まあ、なんかここね、力も出ない、心も泣いているというですね、そんな感じでしょうか。あですね、それでもです、ね、自分の心の憂いですね、自分が言うんじゃなくて、セミよ、ですね、お前が私の代わりに訴えなさいというですね、まあですね、そういうなんかまあ詩的な表現していますね、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。